こんにちは。有機エレクトロニクス研究室の中村です。これからこの研究室の紹介をしていきたいと思います。まずは教員から。私中村は専門分野が応用物理学と有機エレクトロニクスです。こんにちは、弁天です。専門は高分子機能材料です。最近は高分子太陽電池の研究を主にやっています。こんにちは、張です。僕の専門分野は有機無機ハイブリッド材料とデバイスです。 Hello, I'm Pandey. My specialization includes polymer semiconductors and their thin film growth for flexible electronics. それでは我々の研究を紹介します。有機エレクトロニクスとは、有機材料の電子機能について分子デザインから物性評価、デバイス応用までを扱う材料科学の一分野であり、世界の有力大学で盛んに研究されています。有機EL テレビなどがすでに実用化されていますが、それにとどまらず IoT の先にある未来のデバイス技術を開拓する分野です。基礎となる専門科目としては、有機合成化学以外にも半導体工学、物性物理学、表面化学、物理化学、分子化学、材料化学、バイオマテリアルなど多岐にわたります。物理と化学と電子工学の融合領域であるとも言えます。このように多様な専門分野を含む有機エレクトロニクスですが、当研究室ではそのうち有機合成以外の応用物理学的、材料科学的研究を幅広く行っています。そのため教員、スタッフ、学生ともに幅広い専門分野から集まっています。当研究室で研究している主なデバイスについて、それぞれどのようなものかをごく簡単に説明します。トランジスタは有機半導体の中を流れる電流の量をゲートと呼ばれる電極にかける電圧で制御するデバイスです。信号の増幅や論理回路の計算に使われる電子回路の基本となるデバイスです。太陽電池では光によって冷却された分子からドナーとアクセプターの界面で電子と正孔が発生し、それぞれが別の電極に輸送されることで電力を生み出します。熱電変換素子では、このような構造のデバイスに熱流を与えて温度差が生じることで、高温側から低温側へのキャリアの拡散が生じ、回路に電流が流れます。つまり熱から電力を生み出すデバイスです。我々の研究の一部を紹介しました。ここでは紹介しきれなかった研究テーマもありますので、詳しくは研究室のウェブサイトをご覧ください。